俺たちの爆上げイマジネーションはい、ということでお疲れ様です。前田です。爆上げ戦隊ブンブンジャーの爆上げ32、来週の放送に特急ジャーが登場ですね。えー、予告ではですね、特急1号が変身した姿。そして、これですよ。アキラくん。二 <laughs> 時のアキラが。 はい、登場でございます。特急6号でございますね。なので、特急者とのコラボ会は、まあ、変身前の姿は6号だけなのかなうん。で、変身後の、えー、戦闘にはレッドも参戦するといった感じなんでしょうかね。はい、たった一人でディスレースに復讐しようとして倒されてしまった現場。彼が目覚めると特急者の特急6号こと2時のアキラがいて、 やがてとんでもないトラブルが起こる中、アキラが現場に伝えたいこととは、という、伝えたこととは、ということでですね。はい。まさかのオレンジコラボということで、これ予想できなかったな現場が離脱した時点で予想できそうな話でもあったんですけど、全然そんなことは頭が回んなかったですね。はい。予告見てると、これ列車ですよね。レッド列車が出てきて、 はい、2時のアキラくん出てきて、で、これタイトルがね、地獄の電車ごっこなんですよ。で、予告でチラッと、敵がですね、映ってて、なんか電車ごっこしてるところがあったんですけど、あ、ここ、ここ。あ、走り屋もやってますね。これ、まあ、あれですよね、SL グルマーか、ね、列車グルマーか、わかりませんけど、えー、無理やり電車ごっこをさせられてる。あ、ビュンディーもいるし、 えー、あきらくいますよね。で、これ、現場かなこれ、ミラーシャーシローうん。ですね。そうか、タイヤと、これジョーもどっかに、あーこれジョーか。うん、そうですよね。なので、タイヤと、サキとは、まあ、これには巻き込まれず、 特急ジャーとととすするということですねはい、このようにですね、特急1号と一緒に連結バズーカを放つシーンがあったり、いやー、過去のおもちゃがまた大活躍ですね。ちゃんと撮っといてよかった。であったり、はい、このように、ブンブンジャーロボと特急王が共闘するみたいなので、来週も忙しいですわ、これ再現撮影するのが。はい。まあ、いつもの回とは違いますからね。お祭り会になるでしょう。 そう過去に特急ジャーの再現はいくつか撮ってますので、で、アキラくんのイラストも当時娘が描いてくれてるんですよ。まあ、それをちょっと引っ張り出して使おうかなという状態ですね。ただちょっとサイズ感が、なんかアキラくんすごいちっちゃかったと思うんですよ。特急ジャーのイラスト自体がすごい小ぶりだったんですよ。今のブンブンジャーの半分ぐらいの大きさしかなんかない気がするので、 何とかちょっと原始的ですけど、あの、引き伸ばしてプリントしたり。そう、それ絵なんですよ。データじゃなくて絵しかないので、うん。まあ、書き直してもらうっていうのも手なんですけど、まあ、せっかく昔書いてもらった、まあ、味のあるやつなのでね、それを使いたいなとは思うんですけど、うん。そう、今回この、えー、電車ごっこで、 多分、現場は一人ではもうディスレースに勝てないっていうのを悟りますよね。うん。もう一人で勝手なことはしないでしょうと思います。ブンブンジャーのみんながですね、また現場を爆上げ戦隊の一員として迎え入れてっていうところで終わるのかなうん。だといいんですけどね。そうなので、えー、ディスレースを倒すために今現場が爆上げ戦隊に復帰して、えー、そこからですよね、 ま、さっきおもちゃ情報の確認しましたけど、来月にはですね、えー、チャンピオンキャリアが登場して、そこからチャンピオンブンブンジャーに、まあ、強化変身していく流れなので、ディスレースを倒す、やっぱり、リーサルウェポンは、チャンピオンブンブンジャーでしょうね。まあ、チャンピオンブンオレンジが最後仕留めるんでしょうけど、まあ、そういう流れになりますね、これは。そして、まさかのオレンジコラボ会ということで、 虹野晃というキャラは特急ジャーの追加戦士ではあるんですけど敵の組織に属してた人だったんですよねえっ、ー、と敵の名前何でしたっけあ思い出せない <laughs> 何だったっけハシリアンしてるってことねハシリアンじゃなくてバグナラクじゃなくてあ全然覚えてないね こう言ってうちに調べればいいんですけど、調べず。グリッタジョが出てくるな。うん。うん。ああ、覚えてないな闇の皇帝とかね。いましたけど。とにかく特急ジャーの敵組織の一員だったんですよ、もともとは。なんですけど、ま、いろいろありまして、特急ジャーに加入して、え、ライトたち特急ジャーたちの、えー、虹、虹を守ると。 特急ジャーってレインボー。虹が結構絡んでくるんですね。最終ロボも特急レインボーっていう合体ですしね。うん、う特急ジャー何回か見たはずですけど、もうだんだんやっぱりうっすらしか分かってこないな。もう敵の組織の名前すら出てこないですからね、うんそう。なので色々分けありキャラではあるんですけど、まあ、そのキャラの設定がですね、結構この命を顧みない今の現場には刺さるのかなと。 いうような流れですよね。うん、楽しみですね。まあ、ということで、来週は、えー、地獄の電車ごっこ、かなり盛り上がりそうな、えー、予感ですので、まあ、そちらに向けてですね、えー、今日やった第31話の再現は、えー、ちゃんと撮ってで、予告も撮ってと。はい。ガブも続々と撮影編集を進めておりますので、 え、爆上げ戦隊ブンブンジャーと仮面ライダーガブのですね、2大体制で、え、頑張っていこうというところでございますので、応援よろしくお願いいたします。ということで、今日はこんなところで終わります。お疲れ様でした。前田でした。よろしくお願いします。前田でした。